侵略前夜は、ドクターとして知られる、ヒューマノイドの異星人が、タイムトラベルをする冒険団である、イギリスの SF ドラマ、ドクター、風の、第4シリーズ第4話、2008年4月26日に BBC1 で、放送された。本作とその後編、死に覆われた星は、以前第3シリーズでの2部作、ダーレク・イン・マンハッタンと、ダーレクの進化でも、 脚本を担当したヘレン・レーナーが担当した。侵略前夜では、コリン・ベイカーが6代目ドクター役を演じた1985年のザ・ツー・ドクターズ以来、異星人・ソンターランが初めて登場シリーズに登場した。また、仙台コンパニオンのマーサ・ジョーンズが第3シリーズ最終話、ラスト・オブ・タイム・ロード以来の登場を果たした。本作の舞台は、現代の地球で、 マーサとユニットはアトモスをめぐる案件の援助を求めて、ドクターを地球へ招集した。アトモスは、世界中の4億台の自動車に導入されたグリーン、テクノロジージの革新的な部品であり、ソンターランの大気汚染計画の一端であることが、後に判明する。制作指揮のラッセル・ T ・デイビスは、ソンターランを再登場させることを、番組の復活時から考えていて、タービスを下船した。 マーサのその後の人格の変化を示すことを望んだ。本作は本放送時の視聴者数が706万人に達し、評価指数は87を記録した。批評家は一般に肯定的なレビューをし、ソンターランの再登場やスタール役のクリストファー・ライアン、レーナーの脚本を称賛した。レーナーの脚本が第3シリーズのダーレク・イン・マンハッタン。 ダーレクの進化から良くなったとする批評家もいた。本作では、マーサ・ジョーンズ役でフリーマー・ジェマンが再登場した。本作では1985年のザ・ツー・ドクターズで最後に登場した、ソン・ター・ラン・ラスト・オブ・タイム・ロードと、秘密情報部・トーチ・ウッドのエピソード、リセット・デッドマン・ボーキング・エーデイン・ザ・デスに出演したマーサ・ジョーンズが再登場し、ユニットも中心的に登場した。 エグゼクティブプロデューサーのラッセル・ T ・デイビスは、脚本家、ヘレン・レーナーに、ソンターラン、グーン、マーサの再登場を含むわらすじを与えた。本作は、クラシックシリーズのモンスターを、新シリーズに登場させるというパターンを踏んでいる。ソンターランは復活させる悪役のリストに常にその名を、連ねていたとデイビスはコメントした。 The Invasion of Time 以外のソンターランのストーリーは全て地球を舞台にしていたため本作の舞台にも地球が選ばれた。マーサがタービスを降りたことによりデビスは彼女の人格を変えることが可能になった。ドクターへの恋に落ちていた第3シリーズと違い、斎藤ジョージにマーサはより成長してドクターと対等の立場になった。脚本家たちは特にマーサのキャラクター性、地位、 ドナへの反応の観点で議論した。レーナーは軍人としてのキャリアよりもマーサの医療のキャリアを強調することを選んだ。また、第2シリーズ同窓会でローズ・タイラーが先代コンパニオンラ・ジェーン・スミスに当初抱いた見解と重複するため、ハンドバッグス・アットドーンシナリオは回避した。本作では、新シリーズで初めてユニットが本格的に登場した。 ユニットの正式名称は、政治的な雰囲気とブランドの混同を理由に、国際連合からの要望で、ユナイテッド・ネーションズ・インテリジェンス・タスコー e t スから、ユニファイド・インテリジェンス・タスコー e t スに変更された。新しいアクロニムは、脚本家間でミーティングを何度か行った後に、デイビスが作り出した。ユニットの兵士グレート・ウィルソンは、特別にエイリアンの素材、として執筆された。また、 本作ではドクターのユニットに勤務していた時期が1970年代か80年代か定かでないという形でユニットのストーリーの時代設定に矛盾が生じていることに言及しているライナーは当初毒ガスが工場から放出されるシーンを具体化させたが後の草案では複数の理由のためにガスの発生元が車に変更された本作では社会実力と 悪のカーナビシステムが、はるかにかかり合可能で抵抗できないというアイディアが、もたらされ、デイビスはこのコンセプトが非常に、ドクター風らしいと考えた。シリーズが順番を無視して制作されたため、アトモスという脇筋は、以前のエピソード、ドナとドクターにも隠されていた。また、メドゥーサカスケードの15番目の壊れた月も今回で言及された。 メルーサカスケードはこれまでにラストオブタイムロードやドナトドクターポンペイ最後の日で研究されていた。本作ではユニットのジープにインストールされたシステムが小さく爆発した。当初レーナーはこれを大規模な爆発に従ったが費用を抑えるためとアクションムービークレッシェイオーをランプンするために爆発は火花に抑えられた。本作は u ロンドンに墜落と ラザラスの欲望のように、コンパニオンの家族を登場させた。タイラー家やジョーンズ家と違い、シルビア・ノーブルとウィルフレット・モットはそれぞれ、消えた花嫁と呪われた旅路で以前に、ドクターと会ったことがあり、このことからレーナーは、物語の脇筋を手にした。ウィルフレットが、消えた花嫁で不在だったことは、彼がインフルエンザに罹患していたことで説明された。 ウィリフレッドはドクターに好印象を抱いていたが、これは、テナント曰くドクターを理解しない母親という長い、伝統を継いだ、シルビアと異なるものであった。デイビスは、番組の復活以降、ドクターを信頼する家族のメンバーを欲していた。記者の中島ジョーの乗る車が、システムに誘導されて運河に突っ込む冒頭のシーンは、カーディフの選挙で撮影された。当該シーンは、 新シリーズで初めて車が主軸になったシーンでワンショットで完成させる必要があった。運河に突っ込んだ車は船の航路を明白にするためその後即座に撤去された。ラティガンアカデミーでのシーンは2007年10月23日から26日にかけてポートタルボットのマーガンカントリーパークで撮影された。ポストプロダクションでザミルがロンドンスカイラインガスを追加した。 ソンターランのクローン文化はクラシックシリーズで断言されていたが侵略前夜はクローニングの過程が描かれた最初のエピソードとなった。当初、工場のすべての労働者がクローンの予定であったが、レーナーはクローンを減らしてマーサだけにし、後編との連続性の問題を解消した。クローンの方はルアー・リミアーズが演じており、彼はそれまでに身につけていたよりもペイントに、 時間のかかる補欠マスクを着用した。クローニングタンクを含むシーンは、ウェールズのシャンプー工場で撮影され、ポンペイ最後の日の備品が、クローン収容タンクとして、再利用された。デイビスとアジェマンは、クローニングルームでの一連のシーンを楽しんだ。アジェマンは、悪いコンパニオンを演じることを気に、入り、クローンの存在で、アジェマンとデイビスは、本物のマーサが、 より暖かく感じられた。また、兵士グレート・ハリスが暗い部屋でタンクを発見するのが、クラシックのドクター風らしいと、デイビスは考えた。侵略前夜は、その放送枠で、最も視聴者数が多く、706万人に達した。視聴者数はその日では、ブリテンズ・ゴット・タレントに次ぐ2番目で、その週でも17番目であった。評価指数は87で、 その日の番組では最も高い数値であった。ザ・ステージのマーグライトは本作が全体として新シリーズであるのと同じくらいに古い風味がするとコメントし、脚本はなぜ自分で思いつかなかったのだろうと不思議に思うほどに巧みにシンプルな前提だったと述べ、テートのキャラクターは消えた花嫁での風刺からかけ離れたとした。また、ライトはアジェマンの楽々としたマーサの演技。 並びに対応する悪のクローンの演技を称賛した。ソンターランのファンでもあるライトは彼らの再登場と再デザインに肯定的だった。デジタルスパイのベンローソン・ジョーンズは本作を欲しい5つのうち4つ欲しいとした。彼は物語のプロットがよく練られていてペース配分も良いと感じ、ヘレン・レーナーの脚本がダーレク・イン・マンハッタンから向上したとも感じた。また彼はユニットやマーサ、 ドナの家族、ソンターランの再登場、ドナとマーサのやりとり、スタール役のクリストファー・ライアンも称賛した。しかし、スコールの恋については明らかにどんよりしていたと、論評した。ダグラス・マッキノンによる本作の監督も批判されており、特に、クローンルームでのシーンが批判を受けた。レビューの終わりに、彼は、冒頭部の効果は視聴者が、どれほど後編 死に覆われた星を見たいと思うかにかかっているとして、締めくくった。イグンのマット・ウェールズは本作を10点満点中7.9で、グッド、と評価し、本作の前提にもかかわらず本作は、危険なほどに、壮大さに、近いと述べ、レーナーの脚本について、最高の茶番と、愛情深い SF 模倣作の間の危険な立場へ、恐れ多くも歩いていった。 サクッとした脚本とコメントした。彼は、テナントとテートについては、視聴者の予想を混乱させるために、四角い顎のシリアスからかすかに可逆的な盗作まで、絶えず揺れ動くことを楽しんでいたと指摘した。スタール役のライアンの演技も称賛したが、彼は、アジェマンがまだ、マーサが恋に悩まされていたバカから、リプリーのようなスーパー兵士に変身したにもかかわらず、 カリスマ性と幅の広さは死んだ魚のようだったと感じた。彼は本作を二部作の前編のすべきことのほとんどをやってのけた。来週の爆発的な必然的対決のために作品を素早く移動させたとまとめた。エアロックアルファのアラン・スタン・リーベアは侵略前夜をエキサイティングでノスタルジックな冒険と表現し、本作が普通の物体を世界的な殺人道具へ、 変えたことが番組の評判に沿っているとした。彼は本作でドナとマーサの導入が同窓会で見られたローズ・タイラーとサラ・ジェーン・スミスの反対であること、ドナが彼女の祖父を訪れた物語の脇筋に人間の要素をもたらしたこと、そして本作のクリフハンガーを称賛した。しかし彼は要点にたどり着くまでに時間がかかりすぎたと綴り、 ソンターランの会話とチンプで単純なマインドコントロールは土曜の朝のカートゥーンじみた要素の中で素晴らしく複雑な物語のピースになり得るものを減らしたように感じられたとコメントした。TB、スクープのジョン・ベレス・フォードは本作が冒頭はスロースタートだったものの幾分のユーマーと鋭い会話がありよくプロットが練られていてアクションも豊富で全体として良いペースであり 彼自身の予想に沿っていたと考えた。また彼は古いくたびれたユニットから新たに刷新されて数多くの魅力的な装備も備わったシャレたユニットに変わったことも賞賛した。またドクター・トラーティガンの退治をインスパイアされた脚本のピースクリフハンガーを今までで最高と呼んだ。また彼はアトモスというアイデアがうまくいったとも考えた。彼が突起した 唯一の欠点は、ソンターランの態度が以前より柔らかになったことで、スタールは、まず打ってから問いかけるだろうと主張した。ありがとうございます。